ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただきましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで今回期間来たんですね、最後の難易度、見えぬ白駒というところに挑戦していきたいと思います。で、今皆さんが必ず持っている主人公、これの岩バージョンですね。岩主人公とも呼ばれるものを使ってやっていきます。で、1キャラです。で、他のキャラも使っていいんですけども、今回はこれでやっていきます。で、一応土のうという形で岩を置いて敵の動きを止めるっていうスタイルでやるんですが、第1ラウンドと第2ラウンドがかなり忙しいところだったんで、それの最初の組み方で、中盤はもうほぼ何もすることがないんですけども、それを実践動画でやっていきたいと思いますので、最後の方までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、帰還祈祷の最終ラウンドをやっていきたいと思います。で、正面3ルートから敵が来るんですけども、まず私は途中で相手が2ルートに分かれてきてしまうので、結局1個しか守らないってことができないので、こうやって2つに凍結エリアを分けた後に、中央に雷をとりあえず置くっていう編成と、で、一番最後、自陣のルート上に地雷を1個予備として置いといて、とりあえずフィニッシュですね。で、フィニッシュの前に岩をこの中央のラインに置いて、で、相手がちゃんと突っ込んでくる相手がいるんですね。松明チャールかな。松明チャールが突っ込んでこないように、このルートをですね、ちゃんと止めなきゃいけないと。ちょっと忙しいんですけども、こんな感じで。ただ敵抜けてくる可能性非常に高いんで、様子見ながら、そう。で、雷があると、ここに引っかかってくれてる間に敵が倒れていきます。で、こういった形でやっていくと非常にやりやすいのかなと思いました。で、あと、こういう盾とかでかい盾とかいるんで、それを倒すにはやっぱりこの強力な、これも忙しいんですけど、こうやって置いてってください。で、敵が死んだところに強力な炎のやつを置いて、でかいやつをちゃんと火力で落としていくっていうのも意識して、これやっていかないと、いつまでもそこでうろうろされたりとかしちゃうんで、火を置いとくと結構後々楽になると。はい、こんな感じ。なので、ここをまずは構築していくというような感じですね。こううろついてるやつがね、ちょっとなかなか倒しづらいんですけども、電撃とかで、次第に敵は倒れていくとは思います。で、この炎が乗って、だから、ここの壁に張り付いてやるやつをカフカで吹っ飛ばしていくっていうイメージですね。こんな感じで。とにかく、落ち着くまではもうこれで耐えてください。欲書いてあそこに設置しに行くとやられちゃうんで、もう今はもうこれでよしというので、耐え忍ぶ感じで。イワシ人公でしっかり倒して。で、もしね、僕の場合、イワシ人公だけでやってるんですけども、クレイとか、他のヒキャラとか入れて、カフカかけてったり、勝利の、転生シールドを入れてってもいいんですけど、基本的には、この岩で広範囲をやった方が、安牌というか、安全だと思います。で、カフカがないと、こうやって縦系のやつが途中でめんどくさくなっちゃったりとかするんで、一応こんな形でやるのが、今のところはいいと思います。はい。で、こんな感じです。で、残り5体とかになってきましたね。これで大体ちょっと余裕が出てくるんで、で、ちょっと入れていくんですけども、入れていく場所は、氷。氷を内側で、ここに早めに水をつける水がかり、こういう風につけていきます。で、ちょっとポイントに余裕があるんで、少し置かないで取っておきましょう。次のポイントが何が来るのかとかすごい重要なんで、一回ここでステイで、はい、で、こう来ましたね。220ポイント。機雷の、これは地雷のやつですね。で、炎の記述が下がる。炎、氷の攻撃。今回、氷の攻撃力非常にいいのが来たんで、これをいただきましょう。で、60ポイントになってしまったんで、ちょっと、今回は何もできないので、
敵が通るルートを塞いじゃって、でこれでスライム系ですね、これだったらあのなんとかなりそうです。で置いて、しっかり氷とかで相手のダメージを減った状態で手前まで来た時にどう仕留めていくのか。で走ってくる松明のやつはもうあのあれがいろいろ増えたんで大丈夫だと。でこうやって抜けてくるやつがいますよ。抜けてくるやつのためにこうこの地雷をですね1個入れておくと、でやっぱりこう突っ込んできますよね雷のやつは。そうなってきた時に炎であのカフカで吹っ飛ばしたり、水で感電かけたり、いろいろやっていくわけですね。であとはあの時間稼ぎで止めておくと。でやっぱここちょっと左側が抜けやすい状態になっちゃったんで、ちょっと後で微調整しながら。で残り置けるのが3つなんですけども、ちょっと置いていくところはねちょっといろいろ説明していきます。でここに置く、左抜けてくる可能性まだまだありますね。はい、やっぱ抜けてきた。ただ炎で入れていく。これぐらいミスしてしまってもなんとかなるような感じですけど、できればちゃんとあそこでここで入ってこないようにあの設置の方はした方がいいですね。入ってきちゃいましたね。ここ入ってきた時のために一応地雷を1個確保しておく。で残り3つですね。で第2波1000ポイントあるので、氷が多重攻撃に変わると、まあこういう強力なやつを入れていきましょう。はい、で今回氷編成ということで、これこういうの入れていくとかなり強いと。で早い段階から中央のやつとの左右のやつを分断させていくっていう効果をあの狙っていきたいので、もうあのこれでいきます。これでもうフィニッシュ。一応こういうの発動させておきましょう。はい、で中央を置いてちょっと右にずれちゃったな。これ中央にやるようにしましょう、できるだけ。で敵の動き、スライム、アビス、まあ、真ん中あたりと納得の出来栄えじゃないですけど、これでここにいけるかな、いけた。はい、であそこから凍結かかるんで、中央はもうほぼ分断されるような状態になると思います。なので左右のが来ると。で左右のはどうするのか、まあ、一応こう余力の中央の余力の方が敵を攻撃してくれます。で、中央のメインの凍結エリアに入ってくると。で攻撃はあの水の方が強いんですけども、回転力と技術アップでやっているところ。あの基本的には左右対称に組んだ方が、好ましいと思います。で次、そうですね、炎の熟知か、まあ、炎の攻撃力にしましょうか。これで、2つか。まあ今回ポイント目指すというよりも完全にちゃんとクリアできるって設定です。で遺跡ハンターとアビス系が出てきます。で歩く速度は大したことないんで、ちょっと様子見ながら調子です。あ、歩く、あれかハンターか、ハンターちょっと早いですね。はい、中央からかな、中央から来ましたね、早いやつが。はい、うわー、えぐい、えぐいな。10AV もこんな感じですね。
で、魔物の数がね、むちゃくちゃ多い。46体、だから50体いたんですね。で、中央から斧がいっぱい来るんですけども、中央めっちゃ手厚くしてるんで、やっぱ中央手厚くしたので正解でしたね。はい。と、で、左右は、まあ、余力でいけるのと、まあ、突破してきたとしても、土のうとカフカエリアが待っていると。まあ、ほぼほぼ凍結エリアでやったと。だから最後の後半も別に凍結にしてもいいんですけど、ちょっと射程距離の問題で、あ、これはまずい。これはまずいですよ。土のう1個で防げちゃってる。わあ、危ない。やっぱ右の方が1個期間が少ない分優秀ですね。ああ、終わっちゃった。ということで、挑戦成功。こんな形で、最後の難易度のやつも、まあ、2ステージ目が終わったあたりから、まあ、ほぼ放置でクリアできるっていうような感じになりました。一応皆さん、これね、最終ラウンドになってもう期間終わっちゃうんですけども、皆さんいろんなやり方あると思うんで、ぜひお友達と一緒にやったりとかして、楽しんでみてください。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただけましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。